クッキーです。今回ご紹介する小説はこちらの祝祭と予感という一冊になります、えー、めちゃおすすめの小説でミツバチと遠雷」という小説があるんですけれどもそちらピアノコンクールが舞台になっておりまして、えー、そこに登場する4人の主人公の物語でこう音が聞こえる小説というような感じでこれはぜひ、えー、読んでいただきたいんですけれどもそれのスピンオフ短編集 がこちらの『祝祭』と予感ということになりまして、えー、その登場人物主人公たちのピアノコンクールのその後のエピソードですとか、えー、それを他の脇役、まあ、脇役のメンバーも非常に魅力的な人間が多いんですけれどもその脇役たちの隠されたエピソードなどがたくさん収録されている短編です。で三橋と遠の方は こう細かい字でですねびっしりそして分厚く読み応えたっぷりなんですけれどもこちらのこのスピンオフの方は厚さも結構薄くそして字も大きめですぐ読める内容になっておりますので、えー、本編を読んで、まあ、もしくはこっちから読んだら、まあ、本編も読みたくなると思いますが、えー、どちらも楽しめるそんな一冊じゃないかなと思います。 m e a Book》Be with you。